ばんは、ハッピーファクトリーの鈴木由美です。今日はこれ、じゃじゃん、スパイスアップというフリーマガジンなんですけど、スリランカでこちらを発行されている神谷さんにお越しいただいてます。ありがとうございます。神谷さん、私これすごい面白いと思って見てたんですけど、なんでそもそもスリランカで始められたんですか？なんで始めたか。はい、ですね、ちょっといろいろあるんで、ちょっとカンペが、カンペが、自己紹介も兼ねてぜひお話しします。必ず聞かれる質問だけど、なんかあんまりうまく響かないことが多くて、ちょっと今日ちゃんとまとめてきた。素晴らしい、さすが。まず僕、社会人10年目の時に、33歳になりそうな時で、僕は人材系の会社で10年働いてて、とりあえず10年も同じ会社嫌だなと思って、辞めて、僕東京出身なんで、東京以外に住みたいと。転職よりは企業がいいなっていうのと、できれば海外がいいなっていうことで、旅系がいいなっていうのはあって、旅行会社さんっていうよりはなんかメディアをやる方がいいなと思って、フィリピンに2ヶ月英語を勉強しに行って、その後フリーランスでJICAのオフィスがまだある東南アジアの ASEAN の高校生大学生の交流授業やってて、それを1年間やりながら東南アジアをぐるぐる回ってて、で半年ブラブラしてその、しながら時に知り合いからちょっとスリランカでフリーペーパー授業やらないって誘われて、まあ行ってみるかと。それが初スリランカ。そうなんです。それが2016年7月、へー。で行って、まあいいかなと思って。何がいいかなと思って聞いて。何がいいかな。いいかなは観光が伸びてることが、観光サイズが伸びてることと、競合いないとこがいいっていうこと、直行便がある方がいいかなっていうことと、なので両国がもともとつながるべきなのにつながってないっていう国がいいなと思って、で、あとは安全な国であること、英語が使える国がいいなっていうのと、で最後は住むなら居心地の国の方がいいんじゃないかと。で行ってみて、一応これでいいかなと思って。まさにスリランカですね。多分その性格もスリランカだった。素晴らしい。そうなんですね、うん、これもう本当なんか事細かく隅から隅まで全ての観光地がなんか網羅されてると思うんですけど、ゴールからそれはね、ちょっと頑張った時代のやつです。1年前のやつなんですけど。すごい。これどうやって取材されてるんですか？まあ、旅の仕事なんで、今4年経ったんですけど、とはいえまだスリランカそれなりに広いし、自分が行ったところしか知らないわけ。僕はスリランカも全部知ってるわけじゃなくて、知ってる範囲で書いてて、毎回自分が行ってみたい、もしくはなんかその読者さんなりニーズありそうなところに行って取材して記事作って発行する。雑誌になってるところが僕が行ったことある場所で、なってないとまだ行ってないですっていう感じ。なるほど、そうなんですね。まだ網羅されてないんだけど、早く網羅したいんだけど、ちょっとまだ時間かかってますね。でも大変ですよね、日本と違って交通手段がめちゃくちゃ遅いから、スリランカ。まあ大変なんだけど、俺は日本でバス、電車乗るよりもスリランカで電車、バス乗るのが良くて、窓、ドア開けると話しで、景色もいいし、永遠自然の景色が流れてるのがいいのか、日本だとやっぱ街にひたすら家がダーンってなくて、ね、20回、30回同じルート走ってるわけですよ。何回も言ってんだけど、割とずっと外見てて、それがいいかな。そう、私神谷さんの会社のホームページちょっと拝見した時に、インターンシップ生を取ってらっしゃるっていうのをすごく興味があって、こう日本の大学生とかも取られてるっていう話があったんですけど、はい、実際どんなことされてるんですか、インターンシップ？インターンシップはほとんどが今8割、7割方広告営業で、うちの雑誌の広告を取ってくるので、2割がウェブの方の記事を書く。紙は基本で僕が書いてて、ウェブの記事書くか動画を作る。残り最後の1割がウェブのエンジニアの子たちでウェブサイトを作ったりリニューアルしたりとか、って感じです。なるほど。そう、私もハッピーファクトリーでこう大学生とか国際協力とかボランティア興味ある人とか、スリランカに行ってみたい興味があるって人を実際にこう現地に呼ぶっていうことをすごくやりたいなっていうのがあって、研修旅行という形で、ね、私が向こうで滞在している SNECC というところでもちょっとそういうことをしてるんですけど、そう、私以外にもやっぱそうやって大学生とかを巻き込んでインターンされてる人がいるっていうのがもうすごく私の中で嬉しくって、そこに興味がありました。じゃあ最後にお聞きしたいんですけど、スリランカに今住んでらっしゃって、
雑誌編集なりいろいろされてると思うんですが、日本の皆さんまだスリランカ知らない方結構いらっしゃいますから、ぜひ魅力を。スリランカ24カ国にたどり着いた国 で、うん、で24カ国の中では僕の中で今のところ一番笑顔率が高いのはスリランカだと思っていて、うん、確かにタイの方も微笑みの国か笑顔ですけど、でタイの方は僕の手を合わせて必ず手で合わせて優しくれますよね。なんか、うん、振り返りざまでも手を合わせてなんかちゃんと言わなかったようで、あそういう気にしてるんだと思って、僕の近くタイは手を合わせて愛してくれるところで、スリランカも手を合わせてくれますけど、どっちかっていうと 目が合うっていう、目が合って笑うっていうのはスリランカのイメージで、スリランカのホスピタリティってことを必ず彼はよく言うし、なんだろうな、親切度合いは、まあ、若干スリランカでいいかもしれないけど、多分なんか割と親切だよねと思ってて、細かなところに気づくかとか、そういう日本人が思うとこ若干ずれる場合はあるけど、基本的にはいい人たちなんで、ゆっくり滞在エンジョイするんだったら、スリランカ人対応の方がいいんじゃないかと思ってて、あとは、自然がいっぱいあるんで、ね、すぐ海があるんで、しょっちゅう夕日を見に行くし、あと、まあ、満月に休みなんで、月もよく見るし、なんか、そういう自然を身近に感じられるのがいいかな。そうですね、もうすごくわかります。なんか帰りたいってなっちゃいますよね、スリランカ。帰るときは、やっぱこの方にこう来て、海見えて、帰ってきたーって感じで。わかるかも、うんうん、そうですよね。ほんと。ありがとうございます。今日はどんな話をいただきました。このスパイスアップですね、すごく面白い雑誌です。もしよかったら動画の下に、概要欄のところにこのスパイスアップの、フリマガジンのことについていろいろと詳細載せておきます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは本日はお忙しい中です、はい、ありがとうございました。では皆さんもごきげんよう。